この時間は対対対こちらの一戦をお届けいたします。このスタジアムで今日はどんな試合が見られるのか楽しみです。こちら今日の昼間の天候は晴れです。予報通りすっきりとした空の下デーゲームが行われます。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ、ファーストハーフ見ていきましょう。対対対サイド紹介です。向かって左のエンドから攻めるのが対、反対側右のエンドからが対となります。また中央へサイドへ、ここで丁寧にコントロール、シュート、触る、いや、ファインセーブです。いや、これぞ守護神ですよね。素晴らしい反応ですね。この場面でスーパーセーブです。このファーストハーフ最初のコーナーキックは、はい、頭、ヘディングでした。前半まだ両チームともスコアレスな展開です。ここで前を向けるか、ヘベルチ、ジオゴ、緩いボール、浅かったですよね。大きく縦へ、長いボールを振ります。絶好の位置で受ける、縦へのボール、裏を狙っていきます。おさとシュート、いや、トラップから打つまで非常に速いシュートを打ってきました。シュート打つまでのリズムが非常に速いですよね。あのスピードでこれだけ鋭いシュートが打てるっていうのは素晴らしいですよね。上げてくる、前半終了です。15分間のブレイクの後セカンドハーフに入ってまいります。まだスコアレスです。さあ、北澤さん、
前半の印象をお聞かせください。タイとしてはボールも回せてましたし、シュートまで行けてますから、あとは決めるだけですよね。ここまでの攻撃の形としては問題ないですよね。タイ対タイ、0対0のまま折り返します。さあ後半スタートです。タイとしては今足りないのはゴール前でいかに冷静さを保てるかということじゃないでしょうかね。なるほど。長いドリブル、ここでルーズボール。シュート、クロスバー直撃。サイドを使います。また中央へ、裏を狙う、シュート、触れた。しかしこれよく止めましたね。いや、キーパーの反応最高ですね。素晴らしいですね。このピンチよく防ぎました。タイはコーナーキック2本目。アウトまで来た。わずかに右へそれました。タイ、決定的ともいえるチャンスのシーンがありました。抜きに行きます。この試合も終盤に差し掛かりました。両チームとも攻めるシーンはあったんですけれども、なかなか得点には至らず。足元大事に行きます。長いボール縦に入れます。この辺は人に対して厳しくいってますよね。これはファウルを取られましたか。どうするか。いいボール入りますよ。右サイド上がっていく、一人で持ち上がっていく、自分で行く、クリア。ボールを下げてリズムを作るか。ティーラトン、長いボール縦へ。トゥニエス、ふわっと裏を狙う、チャンス、越えた。いい攻撃でしたけどもね、まだ時間ありますから、この試合どうなるか分かりませんね。残り5分を切っています。もう一つ前に行きたい、裏を狙っていきます。フリーだ。これは繋がりませんでした。いいとこまで行ったんですけどもね、あとワンプレーあるかな。ここで主審、試合を止めました。